ピカさん、しばづきさんと BK さん、 BK さん、チーで、赤組の俺のチームが天宮さん、ユンキーさんとユウキさんで、で、今回全キャラランダムです。全キャラランダムです。チョイス SA もランダムになります。実況は好きでいいです。全キャラランダムになります。じゃあ総当たりだとちょっとつまんないんで、勝ち抜きの方がいいのかな。自由これ勝ち抜きで、まあ、全キャラランダムだし勝ち抜きでね、勝ち抜きでいきましょうか。じゃあ勝ち抜きで、全キャラランダムの勝ち抜きでお願いします。で、調出の強化は強化もランダムで、で、先方誰が出るかで、天宮さん俺のチームです。天宮さんこっちです。じゃあ後出し先出し、じゃあじゃんけんで、じゃあ先出しインさんのチームで、キャラランダムなんで、キャラランダムなんて結構誰が出ても同じです。結構誰が出ても同じで、ベニケンさん先方、じゃあ出ます。どうします、どうします。あ、レバー倒して、ずっと倒してもらってボタンポンで大丈夫。マニュアル的なランダムだから。マニュアル的なランダムだから、まあランダムないからね。じゃあ画面見ないでやってもらってもいいよ。画面見ないでずっとレバー倒してボタンポンでいこう。誰、じゃあ誰行きます。行きます。あ、そう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 。いや、ゆうきさんサードやってる場合じゃないでしょ。後で俺が50円あげるから早く来て。ゆうきさん、じゃあ前方で、はい、ビッグワンズ同士の戦いで。 何するの。全キャラランダム、画面見ないでレバー倒してボタンポンで、はい、ランダムで、で、お互い画面見ないで、ここまで大丈夫。そう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 、お互い画面見ないでボタンポン。はい、ニーナ、で、チョイスもランダム、チャダー、ストーケー、チャダが来た。でもヒーナーだからね、大丈夫。ヒーナだから大丈夫。ため技、ガイルと同じでいこう。開幕ジャンプ。そう、ため技だからね。かなりめんどくさい。技を確かめている間に着地コーナーで。AC いいよ。AC いいぞ。AC を出していく。やばい。あ、大丈夫、止まらなきゃね、うまいぞ、ガレンダイク。あー、回しやがった、投げて。ベニケンさんに駆逐していくが、対応してこない、ベニケンさん。これはめんどくさい。後ろため前で、ユージャンするキャラで。はい、いあと西で暴れよ、あと西。ああ、今よ。いや、うまい、西が大空になるから。そう。ああ、うまい、そんな感じでいこう。あ、いや。ペイン様の HP 半分切るけど、ペイン様がそろそろ本気出す。あっと、西で全部対応していく。立ち火、やばい。あっと、ブロッキング通る。ジャンジーから通さない。あっと、ジャンジー終わってしまった。なんだよこのキャラ。キャラがわからないよ。手を上がりつけるわね。次どうします。次誰行きます。あ、じゃあユンティーさんで、次出るのはユンティーさんです。ね、個人戦シングルマッチともね、紅白でもチャダを引くというね、ユキさん持ってますね。ここで出てくるはユンティー。ユンティーさんが出る。画面見ないで、とりあえずレバー倒す。スーピーガワ、ゲスト、呼び立てしたのは俺に任せてもらう。小太郎、こうスターズギフトでユンティーさん、小太郎が分かるかどうか。駒だけ半回転、相手に向かって半回転 P。 着信の出し方が分からなかったか。
だがベニケンさんはコウが使えるっぽい。ダイパンをとりあえず振っていく。あっと3段譲る派。波動エール、波動エール、ここも波動エール、ここも、そう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 、まだまだ、そうそうそう、俺のチームなんだから俺が勝つに決まってんだ。あーやばい、あーちょっと大盤を振っていく。逆進が通らない。あまりのっか勝利権あれ安い5万だと。あっとお互い全キャラランダムの場合は基礎性能が高い方が勝つ。本当に使いやすいのは圧倒的にこうの方。いやだからその女性キャラかなり使いづらいのしかいない。ジャジャ馬ども、あっさらにおぼろ、これができれば大丈夫。さらにおぼろができればあブロッキングできている。さらには許さない。大パンチ、この大パンチめんどくさい。投げて壊し投げは許さない。中足で暴れていく。中足バリアブロッキングトンうまい。中足中足、あー変なところで調子が出た。かなり怖いぞ。許されない。サワラビぶっ込む大パンチ。ゆずら5パンから。普段キャラを使っていると他のキャラが全く使えなくなるのか、キャラしか使ったことがないのかわからない。あーと技を確かめている時間がない。 HP がないので必殺ですね。絶対に死ぬ。戦法が、戦法がかなり強い。味方を犠牲にしても僕は行かなくちゃいけない。じゃあ次天宮さんが出ます。全キャラランダムでもね、天宮さん結構やってるから。ここはね、いや全然やってない。コークローが出るわ。とりあえず大丈夫じゃないですかね。エイズ当たったらちょっと後ろして考えて。どのキャラを選択していくのか。ボタン押します。あ、もう一回横倒してます。なんでチャダ引いてるの？これね、ちょっとこれちょっと反則でしょ。これちょっと反則ですわ。でもジェットチャダはジェット有利って言われる感じはあるからね。実際動けるのかどうかはちょっとあれとしても。ジャンディーで乗っかる。大パンチで返ってくれ。中足技がそろそろ確認終わったところ。竜巻そうそう、大パンチ。お前ジャンディーで乗っかるのはやめろ。うまい BA の竹ができる。ジャンディーやばれ。うまい。あっとできるが投げる。ストレートは投げられてしまった。なんなんだこのキャラ。なんで投げちゃうんだよそれ。なんで投げちゃうんだよ。自分のキャラに疑問を抱き始めてしまった。2A メガネさん許さない。あーギガネスが出てしまうが 2A のつなぎを見せる。これ慣れてないと結構難しい。ぶっ飛ばしてやる。 LGJ 発動。 LGJ 強化なのでどんどん使っていける。 2A アイジャスカウンター投げっこする。あっと小鼻が出なかったから。あーっと着地のメガネスはしっかり出る。あーっとギガネス出ている。3回のシート危ない。うまい。ミシール差し返し。ゴクライパン中足。ここは危ない。ちょっとメガネスに座れなかった。かなり怖い。ゴクライパン、あーっとカニパンがうまい。ここはうまいぞ。あーっとあー死なない。しっかりつながる。うまい。かなり危なかった。 EX 連で削りきれなかった。これがどう流れを変えるか。 EX スクージュは5パン AB の出しでなんとかしていく。このタゲめんどくさい。ブロッキングうまい。大パンチ暴れる。飛びは許さない。ブロッキング5パンからできる。しっか
かり FHJ まで決めて勝ち抜きです。勝ち抜きです。次は誰が来るのか。はい、柴月さんが来る。柴月さん意外とキャラ多めで多分使える可能性もある。どうなんですか。よろしくお願いします。さあ、どのキャラを選択していくのか。次はゲスト。ごめん、エイジャーが、エイジャーヒナ、エイジャーヒナ実際どうなのか。俺の声ヒナが使えるのかどうか。エイジャーは竜巻 EX 護衛山さえ出せればなんとなくゲームにはなる。壊し壊し EX 護衛山さんで EX 護衛が出てくればなんとかなる。あとは遠心の出し方、あーとできる動きっぽいぞこれは。遠心で追い払う。あーと防御ができる。これは使っている感じがするぞ。遠心 EX 防御ゴリラが始まった。あーとオーリャスロッキング、壊し壊しからが、じゃあ EX 攻撃からできる。知ってるぞ。いやー、44攻撃、勝った。あー厳しい、かなり苦しい、かなり苦しい。使えているこの日が、使用使いは両方とも使える可能性が見れそう。うまい、よく戦でぶっ込む。遠心、遠心、こっちに来るなと。ジャンピーから黒人当たらない。うまい、見えている。いやー見えている。できる、トドロッキー。うつろが出てしまった、危ない。無心症、技の確認をしていく。あーと、ブロッキー、あーと、立ち食らい、あーガークラ、操作が出なかった、まだ大丈夫。お互い真っ赤っか、ゲージも投げてもう一回、もうエレ拒否、遊びたくない、ブロッキングからオーリャ。あーっと、ケープリーで死んでしまうかもしれない、歩いて、うまい。あーっと、前ザンリーは、上ブロから立ち見。弱者はいらない。秩序のためなら無理も通る。いや、あんたは OK。 ゲームオーバー。よろしくお願いします。さあ、どのキャラを選択していくのか。バッティーはゲスト、選択したのはアズーム。スーピーはゲスト、コウ。アズールこうですね。あ、これようやく出番か。次は多分こうがちょっと有利かな。レベルなんですけど、まあ、今はあんま関係ないですね。もう今ね、全員がね、やたからず始めたてみたいな感じなんで、これ無縁着、無縁着、さあ、無縁着だけは知ってる。可動機引っかかる。逆打ちしますから、大打ち手段。ここは可動大パンチ、やっぱ強い。可動拳大パンチ、ダメージ EX。 これはなんか光ってますよ。チラシで暴れる技が違う。チラシで保証ゲージを重ねてる。大パンチ、チラシで保証、これ絶対なんかバレてるよね。大ヤシ、あー、ブロ投げしっかり取ってく。ラウンド選手したのはワンピー。あれでもやっぱね、ゲージあんまたまんないから。ラウンド2、あんなに頑張ってもファイト。レッグアタックはワンピー。ハドゲン投げていける。よし、ブロックしてる。いや、EX もらってね、もう知らない、それっぽいんだけどね、確かに。そうそうそう、あ、入れると切る。あ、取ったけど、取ったよ。まだね、こっち2人残ってるんで。よろしくお願いします。さあ、どのキャラを選択していくのか。バッティーはゲスト、シモ。
ごめん、ゲスト遠隔したのはこう電気が寒いって言われてる。 L 字化さん、ごめん、僕が引いたしも。ようやく出番か。それでは行ってみましょう。これでもハクさん負けるとちょっとさすがに、はい、シャレにならない。ラウンド1ファイト。開幕ジャンプ、開幕ジャンプ、ワンピース。シンゲンさん、あれ、え、ちょっと一番一緒にジャンプ、カメラインが引いてからの何で何で何で早い。まだまだ読んでたんですね。大丈夫。次も大将対決ですね。はい、どうぞ。はい、ラストこれか。ようやく出番か。ガンダムっぽい。それでは行ってみましょう。勝利プロセス。ラウンド1、ファイト。まだ技を知っているか。多分技を覚えてしまえばもうアズルの方がやれそうですね、これは。さあ、無影脚、無影脚、バックステ無影脚、これだけで終わりそうだ。デプウェイが無影脚。じゃあやることないな、これ。あ、でもなんか噛んでるのはパクさんという。ああ、ジャンプが通って取っていったのはインさんですね。ハクさん、足払い、足払い。あ、行っちゃった。
煽りに入ってる、煽りに入ってる。最後はブロッキングで勝ったのはエイさんですね。はい、おめでとうございます。貴殿は沈黙という賢人になるだ。神に感謝。今日は集まってくれてありがとうございました。これでヤタガラス大会終了となります。また多分開くと思うので、開いたらまたよろしくお願いします。でとりあえずの試合は全然できるので、これから、まあ、とりあえずの試合やるので、まあ、とりあえずもうの試合やってもう大丈夫です。はい、まだ27分くらいある。どうしよう。ねね、タバコさんいつ頃来た。タバコさん今さっき。あ、じゃあワンちゃん紅白参加あったんだね。あ、いやその時に一応来てくれれば特別参加で大将戦できたから。ランダムだけど、ランダムだけど、ジェット引くかどうかは